私はかなり、かなりじゃないんですけど、前はですね、やはり物には程度問題があって、日本が70年前に、戦争が終わってですね、で一時占領されてて、今の日本国憲法ができたと。でしばらくは憲法9条というか軍隊を持たないということでいいけど、サンフランシスコ平和条約で一応独立してですね、しばらく経ったら憲法を改正して一応の独立国の体裁を取ると、こういうふうに、その思ってたというか、そういう流れだろうと思ってたわけですね。それで、ずっとこの自衛隊からやっぱり日本軍という軍隊で、きちっと日本を守るというふうに思ってたんですけども、数年前ですね、それをやめて、日本国憲法を改正するのをやめた方がいいんじゃないかという意見に変わったんですが、それはなぜかと言いますと、現在の日本はですね、いろんな理由があって、議論ができないという、議論ができない、社会環境の時に、憲法のような重要なものを変更するとですね、極めてへんてこなことになるというふうに思って、変えたわけですね。昨日のニュースで復興大臣がですね、記者会見で、激高してまして、その後感情的になったことを謝ってましたけども、それは自主避難をした人に対する、国の援助の問題ですね。簡単に言えば、福島原発事故で自主避難をしている人は、もう援助しないと、簡単に言えばそういうことなんですが、それに対して記者はですね、国の責任があるんじゃないかということを食い下がってたわけですね。私はですね、なぜこの復興大臣が激高したかというとですね、感情的になったかというと、一つは個人の資質でしょうね。顔つきを見ますとあまり、謙虚で、教養ある顔つきをしてないので、旧国鉄にいて、東大出て国鉄にいて、議員になったっていう人なので、そういう感じかなと思ったりもするんですが、そういう出身とかあんまり言っちゃいけないんですけど、そう思ってるわけですね。ところでですね、福島原発が爆発したときに、法律としてはですね、法律としてはですよ、日本国の1人当たりの被爆の限界は1年1ミリでしたので、福島県の大半の人は法律の限界を超える状態でした。それから事故時についてはですね、一つはその頃原子力安全委員会というのがありまして、内部で検討したものですが、公開されてたものの中にはですね、主にはだいたい事故の時には1年5ミリシーベルト以内に抑えるのが望ましいと、いうような文章もあり、また議論もされておりました。それから国際的に日本がですね、外に出て、議論する時はですね、事故の確率と事故の時の被爆限度っていう、グラフがあってですね、この前虎ノ門ニュースでちょっと解説したんですけれども、原子力の事故が1万年に1回ぐらいであれば、事故の時に10ミリシーベルトまでいいだろうと、これは、事故によってですね、放射線を浴びる日本人の数が増え、それによって日本人の遺伝子に異常をきたし、この遺伝子が回復するまでに1万年かかるという、そういう計算といいますか、科学的実験に基づいた計算値なんですけどね。ですから、その2つぐらいしかなかったんですね。それに加えて、当時事故が起こったら1年20ミリまでいいという、国際機関というのは、これ NPO ですけどね、任意団体ですけど、それの話も出てきたり、それからお医者さんとか練馬区なんかはですね、1年100ミリまでいいと、いうようなことを言う人もいてですね、言ってみれば違法状態になっちゃったわけですね。その状態で、当時の民主党政権は避難用の自主避難じゃなければ公的避難というのがあるはずなんですけども、公的避難をするためのバスを被災地に全く出さなかったんですね。チェルノビリの時は1100台これも虎ノ門ニュースでちょっと解説を別の意味で解説しましたが、ソ連ですら、人命を軽視すると言われているソ連ですら、キエフから1100台のバスを、避難用のバスを出して、ピストン輸送で主に女性子どもを被災地から、チェルノブリの付近からですね、遠くに移住させました。もちろん移住させる先にも住宅を供給したわけですね。つまり公的避難があったから自主避難があるんですね。公的避難がなくて自主避難だけだったらですね、もう話にならないわけですね。それも
例えば飯舘村とか、まあ、非常に高濃度に被爆したところはある程度の、まあ、歩いて逃げたとかそういうのはあるんですが、まあ、いずれにしても少しはケアしたわけですね、まあ、本当に大したケアができなくて、当時の民主党政権は、幹事長がですね、直ちに健康に影響はないとか言って法律はどうなってんのかとか、政府の責任は何かというのを全く隠していたわけですね。ですから全てが自主避難なんですよ。まあ、特に気象学会が風向きを発表するなと言ったりですね、 NHK が風向計が壊れてたと言ったりですね、全ていろんな妨害で、その間ですね、風向が分からなかったわけじゃないんですね。文部省は、国際的な規則に基づいて福島県の風向きをちゃんと IAEA 国際原子力機関には報告してたんですけど、日本国民に言わなかったっていう、そういう状態だったわけですね。ですから政府としてはですね、まあ、福島県の自主避難をに対する考え方はですね、まず公的避難というのはどういう基準でどういうふうに行われたのかですね。国の原子力政策というのはですね、電力会社が勝手にやったわけじゃないんですよ。まあ、電力会社を監督する立場の政府という立場もありますけどね、基本的には国が主導して、まあ、原子力発電をやってきたわけですから、その時に事故が生じたら国、つまり国民ですね、我々国民全部の責任であって、それを福島県の、原子力施設の近く、原子力発電所の近くの人に押し付けるってわけにはいかないんですよ。せめてバスぐらい出すべきなんですね。あの当時あんまりテレビとかラジオを聞かない、人がいたんですよ。原子力発電所の近くに男の一人住まいですね、まあ、その人はなんか、事故が起こっても別になんかよく分かんなくて外に出てたんだけども、2週間ぐらい経ってどうも様子がおかしいっつって、丸2日経ってどうも外の様子がおかしいって言って、とぼとぼと町役場に歩いて行ったら、なんかそこで事故が誰かにあって分かったのか、そんな状態だったわけですね。つまり公的避難というのがほとんど行われなかったわけですよ。私は今度ね、復興大臣があんなふうに感情的になった、個人的なその要素以外にはですね、やっぱり私は国が嘘をずっと続け現在でも嘘をついてるっていうことによると思うんですね。つまり公的避難をきちっとしなかったんですよ。原子力発電所が事故を起こした時に誰がどういう形で公的避難をするのかと、現在のところ自治体が主体となってやるんですけども、違うんです、これはね、現在も変わってるかもしれませんが、福島原発事故が起こった時は自治体にも確か避難とか公的避難の権限がなかったと思うんですね。防災権限が全部国に統一してあったと思いますね。これちょっと法律をもう一回見直してみますけどね。したがって国が全面的に、まあそうじゃなくてもですね、実態的にもですね、原発がある県が全て全部、原発用の消防車とか避難用のバスを常時確保しておくことができないので、やっぱり国がある程度の地域を区切ってですね、原発を実施するなら事故が起こった時の避難体制とか、それから事故の体制をちゃんとやっとかなきゃいけないわけですから、そういう法律体系もじっくり見てみなきゃいけないわけですけどね、まあ、いずれにしても私は今度の復興大臣の激高はですね、そういう国の大きな歪みがですね、もう耐えられないぐらい嘘をつかなきゃいけないということだと思うんですね。まあ、新聞記者の質問も変だって、いや変だったんですけども、それに対して正々堂々と答えられない。人間が感情的になるときは必ずですね、仕掛けはいろいろその挑戦的に質問したとかあるんですが、心の奥底に全く自分は正しいと思っていれば人間はそれほど激高しないんですけども、自分に何か弱みがあるとやっぱり激高してしまうんですね。で、今度のことなんか特にそうですよ。公的避難がなかった、一体今でもそうですけど、原子力発電所のが爆発した時にどういう方法で住民が避難するのか、とぼとぼと歩いていくのかですね、交通はどう確保されるのか、行き先はどこなのか、病気の人はどうするのか、妊婦はどうするのか。あの頃ですね、福島の病院、近くの病院はですね、その院長さんに会ったことなんですけど、どうしたらいいか全く分からなかったって言うんですよ。正直なところ、患者を避難させればそれだけ被害ができる。しかし、どこの病院にどうやって避難させるかも検討してなかった。
原子力発電所が事故を起こすってことを想定してなかった、大変にまずいことをしたと、まあ、病院の院長が私には話したことがあるんですが、これと同じことをやっぱり国がまず言ってですね、そして原発再開についても議論をする必要がある。このくらいのこともできなくて憲法は改正できないと私はそう思います。